皆さんこんにちは。こんにちは。今日は一平君に代わりまして新ゲストトントンさんです。どうもトントンです。いよいよ来ました。いよいよ来ました。トントンです、ね、いよいよ来ましたね。本当お邪魔します。今日はよろしくお願いします。お邪魔します。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速岩手戦について、まずホームゲームのホームチームの、はいはい、注目選手をお願いします。そうですね、やっぱりあるじゃないですか、新加入の特別指定選手2人、ここ注目でしょうね、うん、松尾君、原田君、はい、どうですか、松尾君、原田君。そうですね、はい、やっぱり大学生なので、はい、こうフレッシュにディフェンスしたりとか、うん、こう思い切ったプレーっていうところは、うん、こうチーム練習からもかなり見えているので、うん、やっぱりこう、うちのベテラン選手にプラスしてフレッシュな力が混ざって、はい、いいですね、かなり岩手戦、うん、期待できるんじゃないかなと思います。松尾くんが愛媛の子。そうですね、松尾くんが今治出身。今治ですね、はい、うんうん、で原田くんが福岡出身、うん、あですよね、2人で、ま、はい、松尾くんは、まあ、よりディフェンスを期待されているでいいですか、ね、ってますよね。そうですね、はい、原田君はまあオフェンス的なところを期待して加入しているというところ、ね、そうですね、そこ、まあ、ら辺をだから岩手戦も注目して、はい、いきなり出場してましたもんね。そうですね、この前も松尾選手に関しては前半からすぐコートに立ってハッスルしたディフェンスでかなり流れ持ってきたんじゃないかなとは思ってるんですけど、うんうん、確かに確かに、いい影響がね、またチームに出てくる、来てると思うんで、はい、行きましょう、このまま岩手も、はい、2人に大注目です。大注目です。じゃあそれでは、はい、続いてなんですけれども、今回ホーム岩手戦で注目ポイントはありますか。注目ポイント、まあ、やっぱり今連勝中ですからね、はい、今季最多今何連勝。4連勝ですね。高得してます、今来てます、上がってきてます。これを伸ばしたい、はい、5、6ね、はい、まだ先にも伸ばしたいと思ってるので、そこがまず見どころですよね、今週。そうですね、岩手戦西の7位ですけど、6位との差は1ゲーム差、はい、なのでここやっぱり勝っていって追いつきたいですね、僕らも。そうですね、うん、で今回勝って、うん、まあ、よりワイルドカードの争いの神戸だったりとか、うんうん、っていうところにまた近づけて、うん、上をね、なっていうのはありますね、うんうん、近づけたい、まあ、そこが一つ見どころですよね。そうですね、勝ちを伸ばしたいっていうところで、あとはやっぱりあれですよね、岩手、はい、岩手っていうところなんで、やっぱりディフェンスが結構厳しいチーム、そうですね、印象がありますよね。特に外国人選手が今スティールランキング1位に、うん、ああ、結構はそうですね。そうですね。うちには隠れスティールランキング1位のナイジェルがいますからね。来た、ナイジェル。ナイジェルがいますから。ブロックもいっちゃいますよ。ブロックも1位なんで。ここね、やっぱりディフェンス、よりディフェンシブにバイクさんなっていってるので、はい、まあここはちょっと戦いたいですね。そうですね。はい、ですね。まああとやっぱりスリーポイント結構打つチームなんですかね、岩手って。そうですね。うん。スリーポイントリーグでも1、2ぐらい打ってくる。そうですね、2番手で2番手です。いっぱいスリーポイント打ってくるんで、そこはやっぱりタイトによりディフェンス行って、確率を落としていきたいっていう感じになりますね、試合展開としては、はい、そうですね、まあ、あとは今安田ヘッドコーチがかなり、フォーカスして言っているこうベンチの盛り上がり、ベンチもやっぱり一緒に戦おう。そうですね、エナジー出して、エナジー出して、でもう人数もやっぱり増えたんで、はい、その分盛り上げて、はい、まあ、コート内にこうエネルギーを送っていくっていうところも、はい、ぜひ見ていただきたいポイント、はい、そうですね、ですよね、はい、まあ、とりあえず勝ちたい、ね、勝ちましょう、今週とりあえず5連勝、はいはい、5連勝、まずは5連勝、まずは5連勝で6連勝、で6連勝、やっぱ5連勝ないことには6連勝来ないんで、はい、5連勝目が1戦目が大事だと、ね、大事です、思いますね。明日16日金曜日、うん、17日土曜日、うん、松山市コミュニティセンターにて、うん、岩手ビッグブルーズ戦、今節はですね、はい、トヨタカローラ愛媛さんがマッチでスポンサーをやってくださいます、ね、ありがたいですね、ありがたいです、いつもいつもありがとうございます。とあとやっぱりね、ホームゲームもう2週ぐらいない、そうですね、ここからアウェイが2週あるんですね、うん、だからもうあと3週間後にしかお会いできない、うん、ぜひこう今節
応援に来ていただいて、はい、でなおかつトヨタカローラ姫さんのブースに行っていただく、これをぜひお願いします。よろしくお願いします。お願いします。